午後2時50分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに、上り、前原方面へ向かっている方にお知らせします。この先、北陸道、金沢織本インチまでの区間で、左側一車線が通行になっています。続いて、下り、上越方面へ向かわれる方にお知らせします。この後、北陸道、小矢部インターまでの区間で、工事により、左側一車線の通行になっています。それで、北陸道、リニューアル工事のお知らせです。相原インターは、それでインター間のうち、最大14区間で、昼夜連続の対面通行規制、または車線規制を行っています。区間によっては、あらゆる通勤時間帯に、休日に渋滞を予測しています。ご利用時間帯の変更などのご検討をお願いいたします。その他の情報は、休憩施設に追加の上、災害用のテレフォンなど、交通情報サイトでご確認ください。海洋ラジオ、常時よりお伝えしました。